はい、どうも、高蔵でございます。以前にですね、夜走りの動画で斉藤さんがワルトワークスをね、新車で、購入したということでね、ちょろっと撮影したんですけどもね、いかんせん周りが真っ暗なためね、何も見えませんでしたということでね、今日は明るいうちにちょっと少しだけね、紹介したいと思います。紹介と言いましてもね、斉藤さんはまだノーマルな状態なんですけどね、こんな感じでね、私がですね使ってたその車外のエアクリーナーですか、あれとそのインテークパイプですかね、テイクオフさんのあれが私余ってたのでね、斉藤さんにあげましてね、それで取り付けをしたようですね。ぐるっとねこんな感じでこう新車のね非常に綺麗な状態でございますね。あっと斉藤さん業務連絡です。前のナンバープレートの隠しが取れました。すいません、モザイク入れときます。こんな感じでね、外観はぐるっと、それでメーカーオプションとしましてね、ブルーのレンズがね入ってますね。雨の日でもこう視界を確保してくれるというね、結構いいブルーの色してますね。ちょっと高蔵さんも入れればよかったかなとちょっと後悔しておりますけどもね。ではでは、それでじゃあエンジンルームの方もねちょっと撮らさせていただきたいと思います。こちらが斉藤さんのねエンジンルームとなってます。これが私が挙げたテイクオフさんのねパイピングですね、これね。であとこの中身が純正のエアクリからブリッツさんの純正交換タイプのねエアクリに変わっております。エンジンルーム内で変わってるのはここだけですね。こんな感じですね。はい。ではね、斉藤さんの方にね、ちょっとインタビューをね、したいと思います。どうも。今日はお疲れ様でございます。どうも。綺麗ですね、新車は。そうですね。いいですね。この間は真っ暗で何も見えなかったっていうことで、そうですね。撮り直して。視聴者のね、よくコメントしてくれる方にね、指摘されましてね。ノーマルの状態ですよ。そうですね。で、斉藤さんはもう、ごてごてにはもういじらないで、もうね、行くってことでね。そうですね。このままでも、自分、いい、綺麗だね。そうですね。マフラーぐらいは買えるかもしれないね。そうね。そんな感じのねやつで ね。あと外装をちょこっとってこの間話してたけども、それはやるのかい？後々。後々ね。今はね。お金がない。そうだよね。でも本当ブルーのレンズいいね。あれいいよね。かっこいいね。そしてはね、お色が、これなんだっけ。シルバー、ガンメタリックワークス専用色のね、やつだよね。これやっぱちょっと渋いよ。
あちょっと高蔵さんの車 と, あのちょっと交換してもらいたいぐらいので、ね、感じだけども、それはちょっと無理だあ、ダメですか、ダメ、あそういうのやってないですか、あ、うん、交換するのはダメということでね、うん、非常に高蔵さん泣いちゃいそうですけども、うん、あれなんですね、それちょっとね、そうだね、うん、そういうことだね、うん、うん、なかなかいい車ですよね。そうですね、うん、これはね、やっぱりね、今日は助手席でなんですけどね、高蔵さんも、まあ、一緒にこれ乗ってね、まあ竹岡の方にラーメン食いに行きましたけども、うん、非常に室内が静かで大変よろしいと思います私の車はもうやかましくて振動も多いんでね非常に快適にそのドライブすることができましたねということでね、まあ斉藤さんね、これであの2台アルトワークスがね、うん、あの揃ったんでね、そうですね、まあたまにね呼ばしで行ったりとか、うん、まあちょっとあの小山の方に ね走りに行ったりとかね、2台で楽しんでね行きたいと思ってますけどもね、そうですね、うん、じゃその際はよろしくお願いしますね、ということでね、じゃあ今日は動画の方はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では。